車山片駐車場でございます。はい、久々やってまいりました。今日はここから戸野城山行ってみたいと思うんです。戸野城山、前回来た時、スルーした山でございます。天気はこんな感じなんですよ。天気こんな感じなんです。はい、予報に反してこんな感じでございます。行ってみたいと思います。はい、ここがレストランでございます。はい、駐車場出て15秒ぐらいでここにやってまいりました。日光キスゲ咲いてますね。まだ咲いてます。綺麗です。綺麗ですなんて言って見えてないんですけどね。はい、こんな感じです。バイオトイレあります。バイオトイレです。はい、コロボックル魚ってすごいですね。営業前からこんな並んでますよ。皆さん運動するためじゃなく、ただ食べるためにおいでになってますね。はい、いいないいな、太ること気にしないで食べられるって。なんつっても5キロ太っちゃって今落とすのに必死でございますよ。はい、霧ヶ峰湿原植物群落でございます。はい、あそこ車山の山頂ですね。あそこがね、はい、ここに書いてありますね。物見岩ヤシヤヤヤシガマヤシガハラシヤシマヤシマガハラ湿原、あれヤシマ湿原じゃないんですか。ヤシマガハラ湿原になってます。あらららら、さっき行ってきたんですけどね。ヤシマガハラです。はい、というわけでとりあえず湿原の方に向かって行きたいと思います。はい、人が大勢います。はい、もうここだけで絶景なんですけどね。非常に歩きにくい道でございます。はい、歩きにくいんです。ずっとこの先も道が続いております。はい、ここから木道です。いや、歩きやすいでございます。車山高原です。と高原って感じですよね。小枝を大切にでございます。積雪がある時でも湿原に立ち入らないでください。了解しました。はい、遠くに人が見えますが、小さいね。この大自然の中で人間ってあんなに小さいもんなんですね。はい、あんなに小さいもんなんですよ。その小さい人間の悩みなんてね、蚤の蛇みたいなもんなんでございます。と私は本館でもう20年以上言い続けております。でもメンタルやられてる人多いんですよね。です。前回来た時はそこ、あの車山のピークに行ってからそこを下って、この湿原入ってきた、霧ヶ峰で、湿原でしたっけ、入ってきたんですが、今日は車山あちらには行きません。はい、実は今日2座目です。2座目なんで、もう気持ちの中では、はい、登山はしたくないという気持ちになっておりまして、はい、これ日光キスゲが咲いてるのかなと思ったら、葉っぱ、黄色い葉っぱでした。葉っぱが黄色くなってました。はい、でも黄色い葉っぱも綺麗です。この湿原の中では綺麗でございます。ほら、ほらしたね、花に見えます。いやー、あそこ登るんですよ確かね。です。リフトが動いてます。リフト動いてます。ここ通年営業ですもんね。そうですよ、スキーシーズンだけじゃもったいないですって。通年営業して稼いでくださいなでございます。リフトが動いてます。というわけで出発から22分分岐です。これで長丁宮山の方に一回行くんですよね。あ、見えるかな。裸の王様に近くなってますね、あの標識。あの標識はちょっと読めません。というわけで長丁宮山の方に行ってはいけなかったです。こちらでございます。長丁宮山行きません。いやー、今日地図読みがめちゃくちゃ、どうしちゃったんだろう。ガレガレヌルヌルでございます。
ガレガレヌルヌル、これこの粘土質の道ヌルヌルでございます。ヌルヌルツルツルというのか、いや結構気遣います。はい、あそこ車山頂上でございます。出発から27分分岐ですね。あれ、右側通行止めですって。こちら、通行止めの道があって、はい、あ、出てた、トノシロ山出てますよ。ここ道標に初めて出てまいりました、トノシロ山。山飛行見にゼブラ山約120分。そうなんだ、でございます。はい、信濃寺自然歩道中心高原ルート。トノシロ山じゃない、伝承山、伝承山ですって。伝承山、伝承山だそうです。伝承山、日本語は難しいですね。そういえば長野市に城山公園ってあるんですよ。城山公園と書いて城山。これも最初ね、城山って言ったら地元の人に、地元出身の人に城山って言われちゃいました。長野難しい、長野の地名難しいです。天気はいいんですけどね、ガス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 ですよ。埼玉ナックファイブ FM ナックバイナックファイブを聞いてると CM ソングでガスガスフルフルガスワンダフルってあるんですけどね、プロパンガスの会社の CM ソングですけど、ガスワンダフルとは言いたくないです。このガスなんとかしてください。はい、いやでも上を見なければ絶景です。上を見るとねちょっとガスっぽいんですけど、車山高原です。はい、高原の小枝を大切に、森永チョコレート小枝でございます。違う、森永小枝チョコレートかでございます。特に森永さんから、お金をもらってるわけではございません。はいです。リフト乗り場から小さいお子さんの声がいっぱい聞こえてまいります。皆さんリフトで上がれたんですね。夏休みですもん ね。都会の子供はネズミランドとか、ね、堀内ランドに行くんだと思いますけどね。都会でもないか、東京の外れに住んでるおじさんはひたすら山を歩いております。出発から37分で、分岐ですね。南の耳、姫の木平でしょうか。沈みました。こっちです。地図見たらこっちです。はい。姫の木平に向かうそうです。こっからすぐなんですよね。100メートルぐらい。どこでしょうか。あれか。あれで標高1900メートルぐらいあるんですかね。1800か。そうか、1800だった。低いんだ。確か。あれですね。はい。伝承山です。はい。また、道標ですけども。こちらは、あ、道がない。道がないからこっちですね。はい。こちらでございます。はい。ご丁寧に、道標がありました。あれでしょうね、伝承山って。いや、こっちかな、その、木がボーボーっていうか、木が生えてるとこがピークなんですかね。いや、謎です。ということは、すごい降りるんでしょう、これ。あららら、すごい急降下があるら。あんな急降下してあそこ登るんですか。いやー、降りたくない。
虫だったと思ったら笹やぶでございます。まあ、あの水が乾いてるんで、はい、おじさんも濡れません。大丈夫です、おじさんは濡れません。いや、もう一回濡れてるから今日ずぶ濡れになりましたよ。本当に冷たいからいいですけど、生ぬるかったら絶対にね、あ、もしかしたら湿菌って思っちゃいますよね、本当にでございます。いやー、なんか滑りそうだね、怖いんですよ。はい、怖いんでございます。そう、長野の方言で硬いっていうことを怖いっていうそうなんですね。はい、でもこれは、硬いんじゃなくて怖いんです。はい、なんか言ってる意味がよく分かんなくなりました。はい、まあ、あれですね、東京でもこわばるって言い方ね、硬くなるっていうこと、張って硬くなるようなことをこわばるって言いますから、まんざら長野だけの方言でもないのかもしれません、怖いっていうのは。でもこの、いやー、ちょっと怖いんです。いや、硬くないけど怖いんです。意味が分かりません。どれを折り切りました。ただいやー、灼熱地獄になってます。お天道様全開、灼熱地獄です。全城山の頂上があの辺だと思うんですが、あっちかな、こっちではないですね、あれですね、あの木の向こう側ですね、天井山でございます。天井山の上りになっておりますが、ここ道が狭いんですね。こう侵食されてえぐれてるんですけども、こう狭いんで結構お釜歩きになってます。もう内股が擦れるようなお釜歩きになってます。はい、いや、それがお釜歩きというのかどうかは、はい、定かでございませんが、いやー、あそこにこれ手ぬぐいなんか巻かれてますね。あ、手ぬぐいですね。どなたか忘れたんですね。忘れてて落としちゃったんですね。もう上がってみるとこういう地形だったもんね、てっきり。はい、この草原の上に乗ったら右が横移動するのかと思ったら、そうでもないですね。このまままっすぐ樹林帯に突入するようですね。でございます。歩きにくいです、この道が狭くて歩きにくい。はい、またずれ起こしそうでございます。はい、出発から55分で道標があります。道標があって、伝承山こちらだそうです。わー、なんか薄暗いところに入っていくんですね。はい、伝承山でございます。結構歩きにくいというか、こう道が見えにくいんですよね。しかも石が濡れてるんで結構ね、ぬるっとします。これはこれか。いやー、すごい、さすが破線ルートで書かれてるだけの道ですね。はい、よし、ここピストンだから、ここかなり下るんですよね。え、行き止まり。はい、出発から58分、ここが伝承山頂上じゃないかと思います。行き止まりって書いてありますから、この先行けないんだ。あれ、今リネコ伝承山でしょうか。あ、トンボさん、出発から1時間53分、無事駐車場に戻ってまいりました。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしく、来週。